リカさん大会お疲れ様でした。お疲れ様でした。ぐちゃぐちゃすんな爆食動画ですね。はい、もうねこれ用意してますからね、ここに見てください。これ漫画盛り普通の大盛り頼んだら ね漫画盛り。レモンクラシックで協賛していただいた焼肉はくりさんでございます。本当にありがとうございます、ハクリ様。音楽もクラシックに変えていただいて、はい、YouTuber のことをよく分かっていただいている。ありがとうございます。さすがでございます、はい、いっぱい店舗あるんで、広島来た際はぜひ行ってみてください。レモンジムから徒歩20歩ぐらいです。20歩めっちゃ近いんでね。そうというわけで、もう早速ね、はい、食べちゃいます。まず乾杯してもいいですか。はい、すいません。っていうか、お酒飲むんかい。リカさん、お疲れ様です。お疲れ様です。私はね、ウーロン、あの、お茶でございます。うまいね。いただきます。うん、それは何ですか。うん、僕の、はい、これコーネ。コーネ、コーネってね、うん、結構広島ならではだと思うんだけど、うん、これもね、紹介したい、うん、結構広島でのお肉ってさ、うん、割となんか独特なのも多いよね。そうね、せせり、鶏の喉のせせり、あれも結構広島以外あんま売ってないらしいね。広島普通にスーパーとか売ってるけど、うん、すごい美味しいよ。そう、あれマジでおすすめ。美味しい美味しい。何肉それ、うん、これね絶対分からんでしょ。カルビです。カルビ、うん、すごいよく分かる。美味しい。てかさん、これどうぞ。コーネでございます。ございますごめんねすいません、あの大渋滞ごめんなさい。コーネはね、結構あの塩とレモンで食べたら美味しいんですよ。いただきます。うまっほんまに食べてほしい。これレモンクラシックの打ち上げでも使わせてもらいました。あの時もね、すごいサービスでなんかめっちゃすごい抜きだよ ね大量のタンもらった、うん、何これって、インスタ映えするやつやんと思って。あ、そうめっちゃすごい美味しかった。しかもご飯もね、今まで結構あのご飯を我慢してたんですよ。食べてないわけじゃないんですけど、まあ、あの知ってる人はいると思うんですけど、私ご飯を食べずに和菓子食べてました。だってご飯好きすぎるけん、本当にちょっとだけだったら全然満足しないから、食べるんだったら今日もね大盛りなんですけど、これぐらいいっちゃいますね。ね、やばい。ください、ここにください。はい、はい、これはね、ぜひタレじゃなくてね、レモン塩で食べてください、ね、うん、じゃあそろそろ、あれですか、うん大会の話でもしようかな、振り返りで。ねえ、美香さんは、まあとりあえず順位的にはね、6位で、うん、目標通りと、うん、マジで目標通りすぎておもろいぐらいいや、もう最初の、YouTube ね、撮るときにね、目標を設定したんですよ。まあ設定したっていうか、大地が何位以内に入ったら上出来っていうのを決めてくれたっていうかね、うん、まあ、で、まあ、6位以内がまあ順当にいけば、うん、実力が出せれば6位ぐらいいけるんじゃないかという感じで、そうそうそう、うん、やっぱ日本選手権とかに出てくるレベルの人たちが、うん、コンディション外すとかもそんなにないから、うん、だけどもうみんながベストだと想定して6位っていう予想をしました、うん、まあでもそれも6位以内に入ったらマジですごいことよってか言われたけん、うん、6位以内を目指しました。はい、うん、でね、うん、結果6位でした。すごくないです。リカさんの凄さ分かっていただきたいですよ。本当にね、本当にね。あ、優勝じゃないんだみたいな。あ、6位か、うんみたいな。広島選手権1位の方が凄そうだよね、うん。ちなみに今日もパーソナル中に何位でしたって聞かれて、6位でしたって言ったら、おめでとうって言っていいんですかって言われて、いいんですよって。あ、やっぱりみんな分からないんだなと思って。何人も言われた、やっぱり6位ってやっぱ普通に聞いたらさ微妙じゃん。リカさんのパーソナル受けてくれてる人全員が全員競技に興味がすごいあるわけじゃないけどね、うんうん、僕は本当に3位ぐらいいけてもいいんじゃないかなとは思ったけどね、まあそれはもうしょうがないということで、また来年に向けて頑張るべきですね。まあでもね、そういう風に言ってもらえたのはすごい嬉しい。だってジャパンオープンの時はまあ妥当だねって言われたんで、うんうん、私はジャパンオープンの時は1位を一応狙ってたんで、うん、でもそれは悔しかった。3位だったけどね。3位は悔しくて、第一にも妥当でしょって言われたけん、ああそうかってちょっと落ち込むじゃないけど、まあね、うん、っていう気持ちだった。ほんまに
ジャパンオープンから比べて良くなったように見えたんだけど、うん、僕はね、うんうん、何が良かったんかなって思う。まあ本当にジャパンオープンの時はもう何回も言うけど体調が悪かったです。で体重がもうびっくりするぐらい減ってて、で結局その日本選手権の時はあの体重がジャパンオープンの時より1キロぐらい多い目、減りすぎとったよね体重がね。体重はジャパンオープンの時は減りすぎとったなっていう感じはある、うん、そう日本選手権の時は体に張りがあるって感じだったね。そう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 、だけどなんかその本当に体もあの元気だったんよ、うん、ジャパンオープンの時はほんまにしんどかった、もう全てが、うんうん、5回ぐらいですか、ね、日本選手権4回、4回目、もう4回目の5年目だね、うん、1回コロナで1年空いたけど、うん、もう中堅ぐらいかな、ボディビルの競技でいうと。うん、で、なんか変わってきたこととかある？最近、あの仲のいい選手もあのちょいちょいできたけん、楽しくなってきたよね、なんか。あのまあ、前はそのね、何すればいいんだろうみたいな感じで、こう人飲みながら、あ、これするんか、あれするんかって言ったけど、まあ、今はもう大体の流れが分かってきたけん。余裕があるみたいな。そうそうそう、余裕を持って、まあ選手と話したり、うん、イメージで言うとさ、うん、僕も出る前はもうみんなめっちゃ殺伐としとると思ったよ、うん、というか初めて出た時は怖って思ったよ僕はね。あれもね、なんか雰囲気わかるよ、わかるわかる、うん、それどうだった？はっきり言って最初はそういう感じ感じるよね、感じだよ、うん、あの出た時は自分が、うん、まあ、なんかピリピリしとる人はピリピリしとる感じに見えるし、わからん、あの自分に余裕がないけん、まあそういう風に見えたんかわからんけど、あ、どうなんですかとか、こんなんですかって喋りかけてくれるわけでもないじゃん、わかる？そうそうそう、あ、原田さんって初めてなんですねとか、なんかあるんかなとか、わかる？なんかそういうないし、全くないね。うん、だけん、もう自分は自分のことをするみたいな感じなんよ、うん、だけん、そういう意味では、あ、なんか怖いなみたいな、うん、イメージはあったかもしれない最初の最初ね、うん、っていうのがあって、うん、今年はどんな感じだったんかなっていうのが気になるね。あ、私はね、うん、自分が慣れてくると自分のペースでできる、うんうん、周りも見えるというか、うん、あ、これ喋っていい時だな、これ入っちゃいけない時だなとか、うん、分かる？なんか相手がこう喋りやすい人だったら全然喋ってもいい人だなとか、うん、なんか分かるけど、うん、日本選手権に出てくるメンバーってほぼ決まってる、うん、しかもファイナリストに残る人って大体もう決まっとるんよ、うん、みんなも、あー、今年も会えたねみたいな感じなんよ、うん、なんかそんな感じだけん、うんうん、まあ、なんか友達みたいな感じ、別にその普通に会ってるわけじゃないけど1年に1回会うお友達みたいな感じ。まあね、なんかある種戦友というかさ、うんうん、そういうなんか違う1年に1回しか、1回2回しか会うのに特別な絆的なのとかはさ、うん、感じることあるの？僕はあったよ、男の場合は、うん、いや、なんか私もその去年ぐらいから佐藤恵美さん、あの今回7位だったんですけど、前回は私4位、佐藤さん5位、去年のジャパンオープン優勝した人、ね、ジャパンオープンの去年の優勝した人で、うん、なんか仲良くさせてもらうようになって、戦友じゃん、はっきり言って、ほんまに、うんうん、だけど、戦友だし、なんかすごい頼りになる人と か勝ったり負けたりだもん、ね、うん、勝ったり負けたりだけ、それがなんかね、楽しい、うん、って感じじゃないんだ、ね、全然ない。多分佐藤さんに負けたとしても、あ、負けたかみたいな、絶対次頑張るよみたいな感じに思うかもしれない。その終わった直後もそういう感じで話せる？うん、なんか普通に、いや負けちゃいましたねとか、いや、それはやらない、あの疲れたねとか、くれないんだ、そこ、うん、なんか別に特に、あれどうなんかね、私ら5位とか何位とかってちょっと意味わからんよねとかってことも言わないし、うん、あー終わったみたいな感じあーお疲れお疲れみたいな、なんか、あ、これ食べて食べてみたいな感じ、なんか女子会が始まる、女子会が始まる楽しいよ、だけ、うん、やっぱだんだん友達はできていくよねっていう話でさ、でそういうのが、まあ楽しさでもあるじゃん、うん、なんか全国に、本当に年に数回しか会わんけど絆があるような感じを感じつつ、うんうん、独特だけど楽しい、楽しい、マジで東京とか行くこといいじゃん、最近 YouTube とかで、うんうん、なんか行った時に、なんかゴートレとかしてもらいたいなと思う。そうやね、うん、アパトロ、アパトロ順位とかの話だけどさ、うん、名簿上のめぼしい選手とかがおるわけじゃん、うん、例えばもうわざと名前出すけど、うん、大沢直子さんが復帰するとかさ、うん、でそういう人たちの体とか裏でめっちゃ気にならん、気になるよ、でさ見るじゃん、見る、うわいけるんじゃないこれとか、うわやっぱ無理だとか、そういうのは思わない？でもね、
実際あのそういうのはあるよ。あ、うん、最初にねあのコスチュームチェックって言ってもう一番最初に全部脱いで、うん、あのチェックするときに並ぶんよ。あの時にもうみんなの体見るけどねですごっやばって思うよいつも。あの辺でさ僕そんなに順位外したことないよね自分の、うんうん、ああ今回は3位以内いけるなとか、うんうん、ああ予選落ちだなとか、うんうん、なんとなく僕は分かるんだけど、うん、美香さんはなんとなく分かる自分の順位どんぐらいかな今日みたいな。いやー、まあ、これはね本当の話なんだけどマジで分からん、うん、並んだ姿を自分が見てるわけじゃないから、うんうん、この人を見とるの、この人、うん、自分がこう見てるの、まあね、力入ってないですね。そう、だけん、実際すごいし、その変な人っていないんよ、もうボヨボヨでとか。まあね、レベル高い大会だから、ね、レベルが高いけん、もうみんなすごいけん、みんな自分よりすごく見える、ほんまに。だけん第一にいつも、何するだろう、どうだった、どうだった、どんな風に見えとるとか言って、私何位ぐらいみたいな感じで。今回電波良かったけんすぐ通じた。そうだけあれ嬉しかったすごい、うん、2週間前までリカさん食いまくりよったから週3だよ週2ならぬ週3チートしよったから今回の日本選手権、ね、ほんまに大丈夫かって僕はもうそう勝ついられました。2週間前までは我慢した言うのもうなんかリカさんはいつも大丈夫大丈夫って言われるから、はい、今年も大丈夫なんだろうと思って僕はぐっと我慢したけど2週間前にもなってまた食べようとするから、はいはい、本当に大丈夫リカさんって1回言っちゃったね。ただ頑張るっつってでその時に聞いたの「え本当に大丈夫じゃない?」って言ったら「大丈夫じゃないよ」って言われたんですよ。まあそのまま食べ続けたらってだその時に「はっ」と思いましたあれ言ってなかったら多分ブクブクだったのブクブクじゃないけど思った体重よりは絞れてなかったしいい感じじゃなかったかもしれない、うん、やばってちょっと焦った実際どうだったんですかね。まあ、結果論だけど今回の審査基準でいくならあともう2キロ増えても3キロ増えても変わらんかったかむしろ良かったかっていう風に考えた方が順当な審査結果だったなとは思うね。なるほどね、うん、さっき聞いたんですけど集合写真の話。ああそう女子のね集合写真を撮りたくって今までだったら誰か撮りましょうみたいな感じであはいはいみたいな感じで私もこう行きよったんだけど今回私がね なんか知らんけど仕切ってしまって今撮っとこうと思って撮る時間ってやっぱり意外と限られたよね。意外に限られてて、ね、もう表彰終わったりしたらトップ3とかはもうなかなか写真撮影とかインタビューとかで帰ってこなかったりするからそれ待ったりするのって結構ドーピングチェックもあるしね。そうドーピングチェックとかもあって、うん、そうだからもう今のタイミングっていう時しかないなって私も思ったんでもうみんなにバーッと声かけて写真撮りませんかみたいな感じではいこちらの写真を撮りました多分出とるよねっていう感じですね。そんなことまでするようになったってすごくな い,、ね、いや僕はマジで感慨深いねそれは本当に。だけなんかまあシャシャリ出てなんかどうかなと思いながらなんかいや絶対写真はね残した方がいいから残したい。私もなんか撮らんかって後悔するよりはなんか撮ってね、うん、思い出として撮りたいなと思ったけど、うん、なんか一人二人とか撮るんだったら全然撮れるんだけど、ね、全員で並んで撮るの写真ってマジで撮れんのに。だけすごい良かったね。ファインプレーだったね。ファインプレーナイスナイス自分とかあんだけレモンジムにいたらもうハルダマンか誰かに付きっきりなのに私が旅立ってねやればできるんだなと思ってね。素晴らしいね僕は嬉しい、お父さんとして。お父さんリカさんの目標をね、今後の目標を教えてもらえたらなと思うんだけど、うんうん、とりあえずだから来年は表彰台に立ちたい。日本選手権ね。日本選手権は、うん、じゃあジャパンオープンやっぱ優勝なんかね、もうジャパンオープン私取れんような気がするなんかそういうのない。こんなに取れんのはね、うん、まあまあいいけど出る、まあんまもう期待しすぎないって感じ、うん、なんかあんまりもう今まではジャパンオープン優勝って思ったけどなんかうまくいかんけど多分ジャパンオープンと縁がないかもしれない次のリカさんの大会ってなんか知っとるの。あ、分かったよ多分パワーリフティング。そうなんや。あ、そうなんや。そうなんやジャパンクラシックパワー通称 JCP って言うんだけどパワーリフティングの日本大会です。なんかね私ね両頭使いなんですよ両頭使い二刀流ってことね二刀流です。パワーもなんかねいっちゃうんですよね、うん、例年の記録的には、うん、2位か3位ぐらいいけるかもしれないよねこれが。いや、わかんないけど。いや、それはまあまたね、あんま期待しすぎてもあれだけど。そうなんかね、ほんとね、この人たちみんな期待、私に期待しすぎるんですよ。それは期待はするよ、いい選手には。いやいやいや。しょうがないよ。一ファンだから許して。一ファンだし。
鈴木さんに教わりながらって感じですね。そう、鈴木雄介さんに教わったベンチプレスをね、やりながら。でもまた習いに行きたい。まあね、あれ本当一回じゃ分からん、うん、マジで分からん。あれでもほんまに全然変わると思う。今年はこういうのしたいなとか、このシーズンになんか普通にもう僕らって緩いじゃん。だけどプライベートなことでもいいんだよ。例えば去年はさ、去年というか今年か、今年はあのバイクの免許取ったじゃん。例えばね、バイクの大型免許買って新しい趣味が増えたじゃん。だからそういう話もちょっと面白いかなと思って。あー、そうやね、オリンピア行くんだね。あ、今年そうだね。この12月の半ばにあるオリンピアを見に行くね。だね、あとサリーさんとイワスさんね。あとエディも行けたらいいなっていう、ジャパンプロが優勝してもらってっていう感じだね。で、向こうでトレーニングしたい、うん、アメリカで。なんか今はね、すごいトレーニング欲がすごい強い、うん、なんかでかくしたいっていう気持ちがすごい。じゃあもう一回ベニスゴールド行く？行きたい。チョコっぽいですね。チョコアイスです。生チョコアイスだよね、これ。食べよう。いただきます。硬すぎんかった。噛み切れてない。いや、美味しい。美味しい、うん、なんか血管もバチバチになってきましたね。なんで来た？お、まあ、もうないね。もうないね。もうない。昨日はエグかったけん。もうない、うん、もういっぱい入りすぎましたもう。だって次の日たこ焼きをもうねえ4件発表して、はい。ケントさんに付き添ってもらいながら食べ歩きをしましたけど、驚かれました。まだ食べるんですか。僕とケントで1セット半分こするんよ。でその間リカさんは1セット丸々1人で食べるんよ。それを4店舗渡り歩いて、途中でみたらし団子も食べて、で途中で串カツ屋さんに入って、普通になんか1セットしっかり頼んで食べて、で出てまたたこ焼き行ったりしながら、あれ食べた、フレンチトースト。あ、フレンチトーストも星のコーヒー入ったから、普通に星のコーヒー入ってフレンチトースト食べて、うん、でまたたこ焼き、チャピちゃんのおすすめのチャピたこ焼き食べて、うん、でどうだったっけ、射的屋さん行って射的で取ったお菓子も食べた、ね、お菓子食べのカメラ界で何してんの。何してんの、ね、大阪満喫したね。満喫しました、うん、カメラつけて密着したいですけどね。そのほんまにね、一回撮いてほしい。でね、帰ってからね、どうしても食べたかった大ちゃんのお父さんが送ってくれたね、シャインマスカット、シャインマスカットがあって、それをね、絶対帰ってきたら食べるって決めてたんですよ。それをね、速攻で食べました。あれ一房食べた。食べました。あと買ってきた551の肉まんとシューマイは10個食べました。もう食欲が抑えられません。今日もお客様がね、なんかもういつもネイルしてもらってる方です。もう私がパンを食べたいっていうのを知ってるから、早速買ってきてくれてからね、はい、この食べる前にパンもいただいてます。ありがとうございます。皆様に支えられてます。私はちゃんと今度一回密着しましょう。あの時はね、やっぱりちょっとドレス着なきゃいけなかったから、ちょっとそんなに食べてない。そんなことない。そんなことない。そんなことない。いや、ちょっと体のラインが出ちゃうから、ちょっと控えました、あの時は。リカさんの中ではね、はい、ちょっと密着しますんで、ぜひ皆さんお楽しみにください。マジでびっくりせんとってない。いや、前の段階で結構びっくりしましたよ、僕は。失礼。じゃあ僕はお財布係で登場します。このオフはいろいろ試してみたいね。その動画、YouTube とかもね、うん、今までやりたかった企画とかが大会シーズンだから、なんやかんや先延ばしになってできてないのもいっぱいあるから、そういうのはまたね、YouTube ももっと楽しく、ね、そうだね、楽しくっていうか、企画的なやつはね、またやりたいよね。まあいろいろちょっと企画して、はい、やっていきましょうのでね、はい、今後ともレモンチャンネルを&リカさんをよろしくお願いします、はい、お願いいたします。頑張りますので、私この動画がいいと思ったら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、レモンチャンネルのリカさんとアラダマンでした。次の動画でお会いしましょう。バイバイ、バイバイ。